おい、おっせえぞ、本気で走れって。待ってよ、花火大会本当にやるって？うん、昨日運び込んでるの見た。すっごい量だったから見応えあるよ、きっと。ケベスとアグヌス、生きるためには何が必要？水、食料、そうじゃない、ここで必要なのは人の命だ。命を削り合い、削った命は自らの命へと変わる。そして命を削られた者はムクロとなる。兵ごと爆散させてしまっては命が取れないではないか。カツザだ、足元を狙え。了解、足元を狙います。世界アイオニオだ。
実をまだ知らぬ。俺に構わな、ノア。まだ終わっちゃいねえ。だけど二人ともくっちゃべってる暇ねえぞ。ああ、増援のお出ましだ。脇から疲れた。ランス、前衛が崩れる。トリッシュのチームか。ユニ、カイツんとこはどうなってる？援護してるはずだろう。重砲隊を守るのに精一杯で動けねえみたいだ。今動けるのは私らだけ。行こう。前衛が抜かれたら次は本隊だ。けどここはどうする？俺たちだけで支えられる。行け、ノア。分かってる。俺たちは皆この姿で生まれる。
兵士として、アグヌスを殺す兵器として、そう、俺たちは戦うために生きる。よく分かった、ノアのくせに。サンキューランツ、礼なら後だ。奴らお前が狙いみてえだぞ。アタッカーさえ潰せばってんだろ、そう簡単に行くかっての。ったく、フープの野郎、ノア並みにすばしっこいね。ユウニ、地味にうぜえな。カイツ、範囲当て。了解。限りアーツを撃ちまくれ。狙いはどこだっていい。え、かくらんすんだよ、気を引けりゃそれでいい。俺たちの狙いはあの大荷物だ。ヨランを、成績最下位だろ、なんでまた。だがあの回復能力は本物だ、だからよ。なるほど、教本通りに行くってわけ。尺だがな、そんで一気に片付けるぜ。ああ、僕の全部を。
弾が省けたぜ。なんで止める？こいつが出しゃばりさえしなけりゃ。耐えられたの？相手の攻撃。なヨランの判断は正しいよ。あそこでヨランが力を使わなきゃお前が真っ先にやられてた。だからってわざわざやられに行く必要ねえだろ。ヨランはお前を守りたかったんだ。ゲッセルたちを引きつけて反撃のきっかけも作ってくれた。ものにできなかったのは俺たちだけどな。もういい。喧嘩はやめて。僕のせいだ。僕がもっとしっかりしてれば負けなかったんだ。ヨラン、せっかく決勝戦まで行ってたのにごめん。今日は大事な日だったのに本当ごめん。大事な日って誕生日。誕生日お前んだよ。今日から2期目だろ。忘れんな。お勝って迎えたかったのさ。力入ってたもんなランツ。うっせえなあ。ああちゃんと謝っとけよ。気が向いたらな。俺たちの寿命は10年。生まれてから一期二期と呼んで最後は10期。それまでの10年間俺たちは戦い続ける。正確には10年も戦い続けられるものは少ない。ほとんどが10年目を迎える前に戦場で命を落とす。無事に寿命を迎えることができた者にはある名誉が与えられる。それが成人の儀だ。おはよう、ヨラン。ノア、おはよう。ランツも、おはよう。急げよ。成人の儀見逃しちまうぜ。ここでは初めてなんだって。ああ、すっげえよ。お出ましかよ。あれが私たちの女王様。僕初めて見る。
げえ。話には聞いていたけどすっげえよ。俺もいつかああなりたい。絶対なってみせる。お前らもな、絶対迎えようぜ。当然だろ。ノアもな。ああそうだな。女王から生まれた命はやがて女王へと帰っていく。そのために皆が成人の儀を受けるために生きる。10年の時を全うするために戦う。そうすることが当たり前だった。それが俺たちの世界だった。あのことが起こるまでは。なんで送る？え？なんで敵も送るって聞いてんの？なんでって。お前いつもそうだろ。敵だぞ、アグネスだぞ。そうだけど向こうにはいないだろ、送り人。そりゃあたしらがやっちまったからな。それで？規則には書かれていない。自分でやっといて送るの？矛盾してね、それ。やらなきゃ俺たちは死ぬ。それでも。はいはい、もう分かってるって。敵であっても命の安らぎは必要だ。それが送り人である俺の役目だ。だろ？俺そんな喋り方か？うっせえ、別に真似したわけじゃねえよ。さ、辛気臭い話はこれくらいにして帰って風呂入ろうぜ。汗と血で気持ち悪い。なあ、輸送機また乗り遅れたな。嘘、マジ？たく、ノアが送るからいつも歩いて帰る羽目になるぜ。
な、送り人を始めたのってあれからだよな。え？うん、まあね。まだなのか。いや、吹っ切れたとは言わないけど自然になった。仲間たくさん送ったからさ、いろいろあるんだ。送る側にも送られる側にも。ふん、俺よりあいつの方だよ。今日また無理してた。仕方ねえさ、もうずっとだからな。謝り損なったんだよあいつ。だから。お、戦闘査定の話か。ボーナスポイントだったら今日は俺の独り占めだぜ。はあ、なわけねえだろ、あたしの方が稼いだっつーの。いやいやいや、敵の中型こかしたのは俺だろ、ポイント高いって。よく言うぜ。あと数秒回復が遅れてたらぶっ倒れてたくせに。いや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 、あれわざと。わかんない？お前に花を持たせようっていうこの俺の優しい心遣いが。はあ？なんだよそれ。さてっと、今日はもう寝るか。ああ、帰りの歩きでくったくただよ。ごめん。さ、行こうぜ。おう。緊急招集？なんだってこんな朝っぱらから。ネミ、わからない、とにかく行ってみよう。なんだよ緊急招集って。キャッスルの直命だってよ。敵の機動部隊がこのエリアに接近中なんだと。マジかよ、俺寝たのさっきなんだけど。夜更かししてる方が悪いもん。誰のせいで寝られなかったと思ってる。お前に整備を頼んでおいたパワーアシスト設定値めちゃくちゃだったんだよ。も、ああ、多分それ他の人のも。リクは人気者だからいろんな人からオファーが殺到するもん。それで混じっちゃったもん。ま、気になるなら自分で設定し直せばいいもん。だから寝不足になってんだよ。本日のミッションについて伝達する。ミッションの目標は現在制圧領域に接近中のこれだ。観測質量からかなりの大きさのものと推測。移動速度からマルヒト時にはアルフェト渓谷へと到達するものと思われる。目標からはかなりの強さのエーテルエネルギーが放出されている。諸君らの任務は当該時刻までに渓谷へと赴き、このエーテル源の調査および破壊だ。軍務長、質問があります。なんだ。破壊ということはアグヌス軍のものでありますか？それは分からん。未確認の情報だが奴らもこれを狙っているらしい。ということは別の勢力のものと見た方がいいだろう。該当地域でのアグネス軍との戦闘も予想される。詳細は作戦発動後瞳に送る。各自気を引き締めて作戦を遂行するように。以上。
んかすげえの出してきたな。どうした？俺たち尺道だよな。コロニーランクの話？昨日は大戦果だったからね。そろそろ黒金にランクアップするから。それじゃね。いや、だとしてもちょっと。あれ、どう見ても白金クラスに配備されるやつだもん。白金？なんでそんなものがここに？直命なんだろ。戦力アップでいいじゃないか。出撃するぞ！ Dポイントまでくさび型陣形。各隊遅れるなよ。これっぽっちかよ。そろそろがっつり食わないとまずいぜ。だよな。この前の相手は土くれだったせいで日時計大してたまらなかったからな。ランツ、ユニ。あ？今回のミッション、無理も無茶もなしだ。いやいやいや、俺の半分は無理と無茶でできてんだぜ。それなしってお前、戦力大幅ダウンだ。ランツぜ、ランツ、しょい込むのなし。冗談だよ。怖え顔すんなよ。そんなにか？ああ、何かざわざわするんだ。いい感覚じゃない。ノアの勘は当たるからな。言うこと聞いた方がいいもん。そうか。もう来月なんだな。ああ、あとちょっとだ。すげえな、ムンバはコロニー9の誇りだぜ。嬉しいね。やっとここまで来れた。どうした？いや、実はさ、この作戦が終わったら最終課に転属願い出そうかって思ってんだ。戦場じゃ何が起こるか分かんねえからさ。笑ってくれていいぜ。笑うわけねえだろ。お前がいてくれたから俺たちはこうして生きている。ああ、感謝しかないね。胸張って成人の儀迎えろよ。ランツ、ユニ、お前ら。ムンバ、涙腺緩めてる場合じゃないもん。油断してると明日ポックリ行くかもしれないもん。リーク、お前な。言ってくれるじゃねえか。でもその通りだ。ノア、ごめんな。え？ああ、いや、違うんだ。ムンバの成人のことを考えてたらさ、寂しくなっちゃったっていうか。ノア。ムンバ、最終だって立派な軍務だ。負い目に感じる必要なんてない。ありがとな、ノア。よっしゃ、とっとと作戦終わらせて来月は成人の儀だ。
僕もいつかは成人の儀迎えたいな。てて迎えられるさ、みんなで一緒に。どうかな、僕みんなと違ってどんくさいし。そんなことないって、さっきの試合だって誰よりも活躍したじゃないか。でも負けちゃったろ。いいんだ、もう半分諦めてるから。ヨラン、けどせめて死ぬ時くらいはみんなの役に立ちたいかな。なしなし。もう？そういうのなし。俺たちずっと一緒だろ、これまでもこれからも。ノア、ノア、ノア。え？俺先行くからさ。マーサのチームで欠員が出たって通信入ったんだ。ああ、そうなんだ。終わったら頼むわ。軍務長のとこ付き合ってくれ。申請に？わかった。圧すごいもんな、軍務長。そういうこと。じゃあな。本当にこの辺りか。何にもねえぞ。アグヌス軍だ。本当か？まだ距離はある。気づかれてはいない。やるか。戦闘許可は出ていない。それに俺たちの役割は目標の破壊だ。なんだ、2時の方向に敵軍を察知。本隊に知らせてくれ。先行したムンバたちが心配だ。俺たちはこのまま進む。了解だ、任しといてくれ。ケベスのともアグヌスのとも違う。なんだありゃ。落ちるぞ。始まりやがった。俺たちはこのまま目標へ向かう。了解。
ちの日時計増えたけど、オートマトンってか？あれか。相手とはな、当然か。貴重なウロボロスストーン、奴らだって必死にもならない。ケルニカ、最後のオートマトンがやられた。ここはもう持たない。バトルユニットはまだ生きている。それでお前だけでもウロボロスストーンをスキーに。うわっ、ゾウ、適していれば。あれがエーテル剣か。さっきのオートマトンと同じ見たことない兵器だね。俺たちは一体何と戦っているんだ。いや、俺たちだけじゃない、アグヌス軍も。ここまで来たか。いっそここで。おい、ノア。男か。アグヌスの兵士じゃない、何者だ。オートマトンを操っていたのはあいつ。そしてあれが標的。ノア。ああ、戦うしかない。ミオ。分かってる。
な若い奴らが命削り合って俺はその命すら奪い取って影に。いやクリガー遅えんだよ。止めた。そんなちっこい体の割になんてバカ力だ。噛み切れ。君に逃げ場はない。僕のモンドは君の気配をどこまでも追いかける。気配ってしつけんだよ。な、僕のモンドをあんな技で見たか。粘着質野郎。手強い。尺に触るけど同感だね。一般兵じゃねえな。あの格好特務じゃないか。道理で送り人が混じってるわけだ。そりゃあこっちも一緒だがな。病んでいる。いつの間に。このままじゃいずれどちらかがやられる。いや、あるいは両方が。ここは何かがおかしい。戦ってる場合じゃない。逃げなきゃ。逃げる。今俺はそう言ったのか。なぜだ。考えてる時間はない。ただの勘だけど、これは本物だ。アグヌスの送り人、伝えられるか。アグヌスの送り人だな。何？送り人なのになぜ戦う。私たちに剣を振る。お前が言うことか。今頃落ち着いたって遅い。おじけついちゃいない。わかるはずだ。この戦場に流れる音が。倒す相手がいるから戦う。見逃しはしない。ダメだ、この状況じゃ。それがアグヌスの答えか。どうあっても。だからお前が言うことかと言った。やはり倒すしかないのか。だけどあの身のこなし、少しでも気がそれたらやられる。ケベスの送り人、大飾りって聞いてたけど全然違う。
それにあの剣、何かおかしい。こんなとこに落ちたのもそのためか。これが運命ってんならいいぜ。このゲルニカバンダム乗っかってやる。何？お前らなぜ戦い合う。こいつ何を。答えろ、なぜだ。なぜも何も、敵が目の前にいる。邪魔をするな。目曇らせてんじゃねえよ。お前らの目的はあれだろう、俺だろう。なのに敵だからだ。その敵ってな、一体誰が決めた。なあ、それでいいのか。本当にそれで。当然だ。多くの仲間の命が失われていった、こいつらの手にかかって。その言葉そっくりそのまま返してやるぜ。俺たちだってな、失っていろんなものを奪われて、ちっとやそっとやり返したくらいじゃ収まらねえ。この瞳の日時計が満タンになったからってなくした気持ちは満たされねえんだ。だから戦いたくて戦ってるわけじゃない。ノア、明日の命が目の前にある。だから戦うしかない。失うことも奪われることもその結果に過ぎない。俺たちは生きるために戦うしかないんだ。決めた奴がいるってんなら教えてくれよ、そいつのこと、そいつの居場所。知っていると言ったら。送り人か。隠してみてもいいかもな。いいかよく聞け、お前らの本当の敵は。ムンバ、油断しちまった。ミオ、助けてくれ。ハクト、ブレイドが、なんだ。ムンバ、なんだあいつは。この辺りにあんな生物い。ユーニどうした。あいつ見たことあんのか。あるわけねえだろ。ノアは同じだ。あれは生物なんかじゃない、別の何かだ。おいおい、そこで終わらせんじゃねえよ。とっとと続けろよ殺し合い。それがお前たちの存在意義だろ。喋った。メビウス。なんだこいつらが気になって戦いにってか。しゃあねえな。んじゃ、ムンバ。てめえ、いいな、最高だ。二つの軍勢が一つの石ころのために殺し合うってのはな。さあ、目的のものは目の前だ。手にしてみろよ。手にするちょっと前にこの俺が殺してやる。
最高だろう。最高にうまいぜ。その瞬間の命は。この野郎。ランス、ユニ。よくもハット。ミオちゃん。クソ。足を引っ張るなら消えろ。偉そうに。動け。ここで動かなきゃ。あいつらは。世界は。できた甲斐がねえってもんだ。とりあえず一匹目だ。まとめて終わらせるか。私の手。
だ。インターリーグ。まいいや。お前たちのその姿はノーブロスってんだ。よーく覚えとけ。メモって。この俺はメビウス。似てるだろ俺たちは。テベスとアグヌスが一つになってようやく俺と同じになれるって寸法さ。俺たちは一つに。まあ言ってみりゃ出来損ない。要するに俺たちは敵同士ってことさ。敵。理解できたか。できたんなら仕切り直していくぜ。今のお前たちなのか。ミオ、どういうことだ。説明してくれ。どうってそこまでだ。お前ら武器を収めろ。もう敵同士じゃない。敵じゃない。すまねえ。シワシワだな。ああ老化だよ。これは老化。まあ初めてだろうな、俺のような人間を見るのは。どうやら成功したみてえだな。成功？お前らはウロボロスになった。瞳の命の日時計変わったんじゃねえか。あ、そういえば日時計の形が変わってる。そいつはウロボロスの輪だ。よかった、お前らに託せて。その刻印10期後半、成人まであと3ヶ月ってとこか。他の連中はまだ2年近くはありそうだな。俺は60年生きている。お前らの基準で言えば60期。俺はお前らの6倍生きてきた。これが人本来の姿だ。それでもまだ終わりじゃない。こうしてやられさえしなければな。お前ら生き
きたいか、もっと生きたいか、お前ら同士が戦う必要はもうない。だが命の長さは別だ。この先お前らをメビウスたちは決して見過ごさない。お前らはもう運命共同体だ。常にその命を狙われることになるだろう。それでも生き延びたいと願うのなら、目指せ体験の突き立つ大地、我らが希望シティを、お前らの本当の敵を倒すために、そして取り戻せ世界の秩序と命を。いいな、その命たった10年で終わらせるな。命を紡げるのはウロボロスとなったお前たちだけだ。なあ、あいつ。ああ、アグネスの送り人だ。ありがとう、一緒に送ってくれて。いや、これが俺たちのすべきこと。去っていく人の声を届けるのが送り人の役目だから。去っていく人の声を届けるのが送り人の役目。うん、帰るぜ。ノア、ユニ、ランツ。作戦は終了だ。生き残った俺たちには状況報告の義務がある。僕たちもだ。帰還するぞ、ミオ、セナ。え、だって。だってと？その聞き方好きじゃない。このままこうしていても仕方ないだろう。僕たちは多くの仲間を失った。コロニーに残る仲間たちへ伝えなきゃならない。俺たちだってな、てめえらがシャシャリ出てきたせいで。ほう、なら改めてここで決着をつけるか。弔い合戦なら望むところだぜ、ランツ。ああ、そこまでだ。なんで？意味がない。本気か？さっきあの体になった時、彼女の思い、記憶なのかな、それがたくさん
俺の中に流れ込んできた。一つ一つは断片的で、詳しくはわからない。わからないけど、伝わってきたんだ。彼女が、ケベスとの戦いの中で、いろんなものを失ってきたことが。とても大きな悲しみが。あの体って、あれか？でっかい。ああ。私も同じ。君の悲しみ、伝わってきた。だからって。その中の一つは！ミオ。私たちがしたことかもしれない。戦いってそういうものでしょ。で、結局どうするも。せっかく夜が明けたのに、このままだとまた暗くなっちゃうも。そうですも、時間の無駄ですも。わかった、戻ろう。いろいろあったけど、それが筋だ。ランツの選択は間違っちゃいない。ごめん、混乱させて。いや、いいけどよ。ミオ、僕らもそれでいいな。うん。というわけだ、君たちの帰還の無事を祈ってるよ。お前らもな、せいぜい途中でのたれちなんよ。気をつけな。次会った時は再び敵同士だ。それを忘れるな。はっ、物覚えは悪かねえんでな。敵だ。敵が来る。我々の敵が。うへぇ、リーク疲れたもん。早くお風呂に入りたいもん。いい気なもんだな、ノポンは。あと少しでコロニーだ。もう一踏ん張り。お見ろよ、仲間だ。おい、俺だ、特務のラン。やめろ、俺たちは味方だ。コロニーナインの。聞こえてないよ、ランツ。あいつら、俺たちのことが分からないのか。どうする、ノア。ノア。今は応戦するしかない。応戦って本気か。当然、殺さずにだ。無茶言うぜ。ハードル高すぎも。文句はあと、来るよ。くそ、なんだってんだよ。俺たちは味方だぞ。キリがないよ、ノア。仕方ない。さっきの場所まで戻ろう。
隠れても見つかっちゃうよ。どういうことかわかる？太陽。いや、あの光はまさか。わかったの？後で話す。今はここから離れるのが先だ。お前ら。いつまでこうしているつもりだ？それも敵であるこいつらと。ああ、そうだな。気分のいいもんじゃねえ。右に同じ。それはこちらも同じだ。体温、その言い方は少し抑えて。お前ら、行きたいか？もっと、行きたいか？行きたいか？え？みんな、行きたい。生き延びたい。生き延びたいって、そんなの当たり前だろ。ならさ、目指してみないか、シティ。お前、いきなり何って。世界が敵って話、多分本当だ。もうコロニーには戻れない。あの瞳、兵士たちの赤い瞳、やつと同じだった。うん、覚えてる。これは推測だが、兵士たちには僕たちの姿が敵に見えているんじゃないか。赤い瞳のせいで。そうだけど、なんだってコロニーの兵士たちが。あいつがやったってのか？どうやって？方法はわからないが、そう考えれば辻褄は合う。それが事実ならなおさらだ。このままバラバラに逃げ回るより、お互い協力し合った方が生き残る確率は上がる。だろ？確かに否定はできないが。どうせ逃げ回るなら、何か目的があった方が良くないか？異なった者同士の同じ目的、そういうやつ。もっと生きれるってやつ？お前、成人の儀はどうすんだよ。それ、本気で言ってる？無理なの、うすうす分かってるだろ。何があっても受けたいってんなら止めはしない。だけど、それにはまず彼女たちを切らないとな。そもそも俺たちの目標ってそこなの？昔見ただろ、成人の儀。受けられたとして何が残る？称えられていただろ、大勢に。あの輝く台の上で。俺にはムクロの上にいるように見えた。命の上にひざまずいているように見えた。俺たちが残すものってそれでいいのかな？だったらどうしろってんだよ。答えなんてすぐには出ない。そんなことぐらい分かってるさ。答えが出ないならそれを見つけてみるってのはどう？あの人が俺たちにこの力を託した理由、本当の敵って言葉の意味で。シティ、
ああ、確か体験の突き立つ大地って、体験ってあれだろ、南の果てにあるあのでっかいやつ。本当の敵を倒し、秩序と命を取り戻す。私それ乗っかろうかな。ミオ、私もあの人の言葉信じたい。それにあれだけいろんなこと体験して今さら戦える？こいつらは敵だぞ。敵であったとしても、はい、私もミオちゃんに賛成。かなっているから反対はしないが。なんだよその目は。そういう無言の圧やめろって。あちらさんはああ言ってるけど、拒否権なんてねえんだろ。ねえな。よし、俺の名前はノア、コロニー9戦列特務小隊所属。見ての通り送り人をしている。この3人、ランツやユーニやリクトは訓練兵時代から一緒。趣味はやっぱりこれかな。教練で教えられた戦律じゃなくて、いつか自分なりの戦律を奏でたいって思ってる。以上。なんだよそれ、いきなり自己紹介とかおかしいだろ。この先必要だろ。必要ってお前。私はミオ、コロニーガンマ軍楽隊所属の送り人です。結構俊敏なのが自慢かな。 100m は7秒台。そりゃ早いな。あと趣味は日記、日々を書き留めるのが好きで毎日欠かさずつけてます。私はユーニ、コロニー9の特務小隊で送り人の護衛をしてる。こいつらとは生まれてからの腐れ縁。得意技はラウンドヒーリング、仲間をみんな回復できる優れもの。趣味はフォーチュンクローバーを集めることかな。私はセナ、ガンマに配属されてからはずっとミオちゃんと同じ部屋でした。得意技はバカ力かな。こう見えて結構重いもの持てるんですよ。趣味は筋トレです。へえ、趣味が筋トレってランツと一緒じゃん。僕は体温だ。コロニーガンマ地形局作戦立案課に所属している。今作戦では送り人護衛の任についていた。得意技、得意技。得意技なんてあるか。得意技など語ったところで無意味だ。趣味もない。うわ、つまんねえ。リクもコロニー9ではメンテナンスとクラフトを担当してたもん。あとこいつらはリクのお供も。コキ使ってくれていいもん。なんだよお供って。マナナですも。ミオさんたちのコロニーで料理を担当してたですも。煮物、焼き物、揚げ物、何でもござれですも。ゴンザレスの目玉だって美味しく調理いたしますも。目玉。送り人の正体にノポンが配属されるのはどっちも一緒なんだね。ああ、意外な部分で共通項があったな。ほら、
俺の名はランツ。ノアと同じコロニーの出だ。招待ではディフェンダーをしている。得意技は勝手に想像しろ茶番だろこんなの。でも現実だ。受け入れてどうするか考える。受け入れるのを考えはしねえんだ。ったく、分かったよ。いいぜそれで。いいのかよ。仕方ねえだろ、こうなっちまったからにはよ。でまずはどうする。少し離れたとはいえ、ここはまだコロニーの索敵圏だ。幸いここから南にはコロニーは展開していない。そっちは。私たちのコロニーも展開していないはず。ならまずは南。ああ。ってユニ、何してるんだ。あ、いや服、戦闘で汚れちまったろ。着替えられそうなもんねえかなって。お、これなんか良さそうじゃね。私も着替えたいな。このままじゃねえ。服だけじゃない、今後のことも考えて使えそうなものがあればもらっていこう。これ全部服のコンテナだ。こっちのは食料ですもん。腕がうなるですもん。装備品のコンテナもあるな。俺たちのとは仕組みが違うみたいだが、ま、なんとかなるだろう。どうしたの？サイズが合う服ない？これ生地が随分と薄くないか。このままでは心もとないというか。贅沢言わないの。あるだけマシと思わなきゃ。それとも体温だけそのままで行く？いや着るよ。背に腹は変えられない。あ、このジャケットちょうどいいかも。私はこれにしようかな。色もいい感じ。どれも新品ってんでもないんだな。着古されてはいるけど生地は傷んでない。大丈夫そうだよ。変わったデザインのが多いね。確かに。これどうやって着るんだみたいなのもあるけど、結構動きやすいぜこれ。本当？同じのもう一着ない？いや、こんだけ。そっか。何？着替えないの？え、着替えるよ。ブーツも変えた方がいいかな。ブーツはそのままでいいんじゃねえか。待ってくれ、僕も。ん？なんだあいつら、そこで着替えりゃいいのに。わざわざ向こう側に。さそれって…うん、私の時間。忘れてて、いきなりその時が来たら困るでしょ。今日でちょうど残り3ヶ月。あと3ヶ月で私はこの世界から消える。ずっと考えてたんだ、私に何ができるのか、何を残せるのかって。そんな思いの人たくさん送ってきた。それであの人の言葉を信じたのか。もっと生きたい。
どうかな、どっちでもいい。え？でも君と私こうして一緒にいられる、これってすごいことだと思う。あの人が言ってた場所に本当に希望があるのなら。それが君の残したいもの？ミオでいいよ。何かを残せた人は満足だったのかな。残された人はそれを受け止められたんだろうか。興味深いね、それ。ずっと考えてる、残すものと残されるもの、そのつながりが示す意味を。つながりか、重いよね。ああ、命だからな。これ、ネームタグかな。ゲルニカ・バンダム。この人の名前か。よかったよ。え？どこの誰かもわからないままなんて、なんか嫌だなってさ。そうだな。覚えておこう。俺たちに新しい目標を、選択肢を与えてくれた人の名だ。はあ。